外国人が増えると私たちの心はさらにさらに上等と社会に入っていきます。そのために区立小中学校の教育のレベルを上げていかないといけません。外国人の子どもたちもその小学校高校に入れるように私たちの学校の仕組みを考え直さなければいけません。私はそう思います。そうすることで得するのは日本人の子どもたち、外国人の子どもたち両方も得することだと思います。ぜひぜひこの件について皆さんにご参加いただき、この予備に力を貸してほしいと思います。それから廃棄自動の問題があります。江戸川区は今都内でもワースト2位です。廃棄自動たくさんあります。私のこの西葛西の中でも私の周りに少なくとも5、60人くらいのママたちがいます。廃棄自動で困っています。インド人はちょっと高収入なので廃棄自動にカウントされません。廃棄自動は日本人だけではなくて外国人の問題でもある。みんな我慢しているだけです。廃棄自動の問題で普段の悪影響があります。子供が子供と一緒に遊んだり伸び伸びと育ちません。それからママたちが不安に陥ってしまいます。次仕事に就くだろうか、就職は見つかるだろうかという不安がどん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 強くなります。精神的にプレッシャーがかかってきます。待機児童の問題というのは児童だけではなくてそのママの問題もある、お母さんの問題でもある。そこをきちんと認識して断固と言うべきものだと僕はそう思います。よってきちんと考えなくてはいけません。3番目です。今まで話したのは2つです。待機児童の問題、それから中学校高校の学力低下の問題です。3番目の問題です。この上に各省がありますから、年配者の方や障害者の方がすごく私に質問します。私たちのために何をしてくれるのか、その質問をされるということは年配者の方と障害者の方は今のサービスレベルに何をしないように満足していないということです。私はこの分野については少し勉強が足りません。これから勉強して考えていきたいと思います。この3つの問題解決するためには他に財源が必要です。その財源を増やしていく方法もあります。それはこの江戸川区内で新しい企業を誘致することです。今や国内でも国外でも企業が伸びています。海外からたくさんの企業が日本に参入しようとしています。ただしこの江戸川区は都心からこんな近いのにその企業の受け皿になっておりません。私は外国出身というアイデンティティを生かし、それから自分の実力を生かし、それからジェトローなどとの関わりも生かし、その外国的企業をこの江戸川区にどんどん誘致したいと思います。区の税収が増え、就職の機会も増えます。待機児童の問題が解決できたらそこから解放するママパワー、こういう企業で就職する機会は増えていきます。要は待機児童の問題、教育の問題、年配者障害者に関する課題、外国人に関する課題、これらを断片的に考えずに、これらを一体的に考えて解決していかないと全ての課題の解決は見つかりません。今までのやり方は
完全的に部分的に応えていくというやり方だったと僕はそう思います。私の今までの20年のキャリアは業務改善です。私がそのキャリアの中で一般的に見たことはみんな断片的に直そうとすることです。でもそうすることで最終的に全体的な改善はできません。よってこの江戸川区、子ども、大人、年配者、障害者、外国人、みんなが楽しく仲良く住める江戸川区にするために、この5つの社会の要素を一体として考えなければなりません。今江戸川区に3万3000人の外国人がいます。これからどん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 増えていきます。スピーディーに増えていきます。よって外国人の方々もきちんとこの江戸川区の社会に取り組めるように、入っていけるようにちゃんと制度を考えなければなりません。ありがとうございます。私は外国出身として、外国人コミュニティと日本人コミュニティの架け橋になっていきたいと今日思います。ありがとうございます。それは外国人が思うこと、そして20年日本に住んで日本人が思うこと、両側も感じているからです。感じているからできることです。実践的に具体的にこの両足、外国人と日本人、この両足を合わせていきたいとそう思っております。皆さんぜひ応援してください。ありがとうございます。それからもう一点あります。私は皆さんに約束したいことがあります。選挙が終わったら一般的に政治家は街の中から消えます。選挙が終わったら政治家を見ることありますか？ありますか？ほとんど消えますよね。私は約束します。毎月ちゃんと曜日を決めて、区内のいろんな場所で子供、大人、年配者、外国人、みんなを含めた意見交換会を毎月毎月開催します。そして皆さんのお気持ち、皆さんが考えていること、皆さんが欲しがっていること、つまり皆さんの民意、その民意を区議会、区政につながっていきたいと強く思っています。民意は分からずに区政はできません。勝手な区政は許せません。よってみんなの民意を組み上げて、それで区政をやっていくべきだと僕はそう思います。皆さんぜひぜひ応援してください。ありがとうございます。このよぎを皆さんの大事な一票で、大事な大事な一票で区議会へ押し上げてください。この強いスピーチも強いだけではなく、強い気持ちで、強い志で区議会で頑張ってまいります。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。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 頑張ります。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。皆様、思いを聞いていただきました。足を止めて聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。たくさんの応援ありがとうございます。どうか皆さん、今度の日曜日には、投票日には、9時にはよぎ